南ホラーサーン州は、イランの州。イラン東部にあって州都はビールジャンド。他の大都市には、フェルドゥースがある。寒下にビールジャンドのほかサラーヤーン、ナフバンダーン、サルビーシェの諸軍を要する。南ホラーサーン州は2004年のホラーサーン州の3、分割に伴って成立した州である。ホラーサーンは、長い歴史を通じ、幾多の王朝が支配し、 あるいは起こり滅びた土地であり、アラブ、トゥルク、モンゴル、トゥルクマーン、アフガンなど様々な人々が到来し、歴史に変化を与えてきた。イラン古代の地理学者はイランを8地域に区分したが、そのうち在内で最も繁栄していた地域がホラーサーンである。アルサケス朝は長い間ホラーサーンのメルブ近郊を基盤とした。サーサーン朝期には、 パドグースバーンという称号を持つエスパフボドと4つに分割した地域それぞれの大衆が収めた。ホラーサーンはイスラーム征服後、ニーシャープール、メルブ、ヘラート、バルフの各都市を中心とする4地域に分割される。651年、アラブイスラーム勢力がホラーサーンに侵入し、以後820年までアッバース町の支配下にあり、 896年イラン系、ターヒルアサ、900年サーマーン朝が続いた。カズナーサのスルターン・マフムードが994年、ホラサーンを征服。さらに1037年には、セルジューク朝の初代スルタン・トゥグリル・ベグが、ニーシャー・アブールを征服している。その後、ホラサーンをめぐって、セルジューク朝とカズナーサの対立が続き、最終的には、 ガズナー社がスルターン・サンジャルを破った。しかし1157年にはホラズムシャー朝の支配下に入り、モンゴル帝国の侵入を受けイルハン朝の領域となった。14世紀に入るとサブゼバールのサルバダール運動による独立の旗が掲げられるようになった。1368年、ティームールがホラーサーンを手に入れ、ヘラートをその首都とした。1507年、 ホラサーンは、ウズベク族に征服された。1747年のアフシャール・アサのナーディル・シャー没後は、アフガーンの勢力圏となっている。ガージャール・アサの時代にはイギリスが、イギリス東インド会社の保護のために、アフガーンを支援し、ヘラートはイランから分割された。ナーセロ・ディーン・シャーは、ヘラート奪還を目指したが果たせなかった。 最終的に1903年のパリ条約によって、イランはヘラートを含む今日のアフガニスタン領域への領有権主張を取り下げることになる。こうして、ホラーサーンは人口中密な東部地域がイギリス保護下に入り、残余の西部地域がイランで落として残ったのである。ホラーサーン州はイラン最大の州であったが、2004年9月29日に北ホラーサーン。 南ホラーサーン、ラザビーホラーサーンの3州に分割された。ホラーサーン地域には、ペルシア、ホラーサーニー・トゥルク、トゥルクマーン、クルド、アラブなどのエスニックグループが住む。また近年は、アフガン難民が流入し、かなり大きなコミュニティを作っている。南ホラーサーンの特産物としては、絨毯や、サフランなどが知られている。ビールジャンドのホルグ上司。 南ホラーサーン州には多くの文化、自然の名称がある。また宗教建築も散在し、巡礼地となっているところも多い。また、イラン文化遺産協会にはホラーサーン3州全体で1179カ所が登録されている。歴史上、ビールジャンドは空室ターンと呼ばれる地域の一部でイスラーム開口重要な役割を果たした。 さらにこの地域はイスマー・イール派などの様々な文化や運動、さらにアッパース町の支配を逃れる人々の避難地となり、またゾロアスター教徒が残った地域でもある。南ホラーサーン州の主要な観光地は以下の通り、他に260カ所がイラン文化遺産協会に登録されている。ありがとうございます。